今回のボクサーリアドライブ BRZ ですけれども、特にその中心になりますのは超低重心パッケージングです。安静と乗り心地の両立なんですよ。例えばロールでいうと、ロール姿勢を保つために接地性が悪くなる。そうすると乗り心地がやっぱり悪くなる。重心を下げていけば乗り心地と双腕性を両立できる。そんなにむちゃくちゃ固めなくてもいいってサスペンションでも運動性能を高められるので、重心を下げるってことを最優先として我々は取り組みました。すでにもうエンジンの搭載値は世間の車から見れば低めです。でそれを実はさらにもっと下げてるんですけど、スポーツカーなのでどうやって視界を確保するか、どこまで人の位置を下げられるかを突き詰めました。この BRZ は超低重心ということを目標に開発してきました。超低重心を実現するにあたって、我々スバルとしては初代レガシー以来20年ぶりの全面フル申請をしています。エンジン、トランスミッション、プラットフォーム、それからアッパーボディ、全てを一新するということをやってきました。でその中で人をちゃんと座らせるというところにこだわってパッケージングをしています。ペダルのレイアウト、それからドライビングポジションというのを取れるようなことを基本としています。合わせてですね、低重心にすることによって、スポーツカーでありながら、ハンドリングとそれから乗り心地の高次元な両立ということが可能になっています。重心を下げるのが最大の目的だったんですけど、下げてパッケージ上エンジン搭載値も後ろにも下げたかったので、スターターの位置も今までのスバル線は実はここにあるんですけど、全部右側に移動してます。ちょうどこいつの後ろに倒ボードがいるんですよね、車体の。で今回は右ハンドルのフットレストの跡地をデッドスペースを使って、ここの部分をスペースを稼ぐことでエンジンを搭載台位置をやっぱり後ろにもずらすという努力はしています。制体鼓のメリットは上下幅が薄いので、結局下げていくとフードも下げられるんですよね。でそうすると視界も取れますということで、着座位置はどんどん下げられます。で人間の位置が下がれば、当然その例えば手で触れなくちゃいけないものとか、そのメーターだとか見るもの、そういうものを全て全部下げられる要素があるので、この中に入ってるエッジバックとか空調の部品なんかも、とにかく世界最小クラスの小さいものをなんとか作ってですね、そこを押し込んでて、こういうインパネなんかも下げてます。地上からのヒップポイントの高さを400ミリ以下にしようっていうのが一応我々の目標として置いてましたので、トータルでの重心高さっていうのを下げられるということです。その旋回で重心を下げるということをやりました。乗員保護等のために一応材料としては強度を上げて、高強度材を非常に上は使ってます。で高強度材を使うメリットは軽くできるということですよね。乗用車の常識的範囲の限界で最低地上高130ミリっていうのを一応キープポイントとして決めていたので、地上から その最低地上のこの高さを置いといて、ここを下げなくちゃいけないので、車体のこの下にあるようなフレーム類をとにかく薄くして、シートの取り付け位置を徹底的に下に下げました。でその代わりに車体はこのサイドシールと我々呼んでるんですけど、この部分を非常に太くして車体としての剛性を保つ。
で、この骨に前からのフレーム、後ろにつながっているフレームの力が全部、入るように一応工夫して、設定しました。やはり環境性能、燃費性能、排ガス性能、ここを高次元にですね、バランスさせなきゃいけないっていうところもありましたんで、まず FB エンジンをベースにですね、FA エンジンを作ったということになります。立体100馬力の出力を出すためにですね、FA エンジンは8686のスクエアのエンジンになったというのが特徴的なところです。当然ながら外観寸法は一緒なんですけど、中身の寸法は全く違いますので、部品はほとんどですね、作り替えになっております。でさらにコンパクトにするためにですね、インマニの天面を、やっぱ下げるっていうことをしました。従来の FB エンジンに対して 65mm、下げてます。 BRZ としては水平対向ありきっていうところがありました。もちろんそれにはハードルは高かったんですけども、今回のそのエンジンをですね 120mm 下げたっていうところで、ようやくこの水平対向エンジンがですね、生かすところまで来たかなっていうふうに私は思ってます。はい、もう一つ今回のレイアウトで違っているのは、エンジンを下に下げると同時にですね、後方に240mm 下げた。従来のですね、吸気の取り回しっていうのが、従来は このようにですね、ぐるっと、後ろからこう前に来るような格好になってたんですね。ただエンジンをこう後ろに下げることができましたんで、自重工では初なんですけど、前側にですねスロットルを向けて、そのまんまダイレクトで入るようにしてですね、この吸気系の圧送をですね、約従来に比べて2割ぐらい低減できるようにしてですね、高出力のエンジンに対応するような吸気レイアウトを作成することができました。実際の路面というのはいろいろアンデュレーションがあったり段差とか当然あります。で、そういう路面を走っているときに足回りを極端に固めた車になるとタイヤが追従しなくなったりするんですけど、この車は低重心パッケージで 足回りをあまり硬くしなくてもロール角がスポーツカーらしいのを達成できてますので、タイヤの追従性が、路面に対する追従性が上がります。タイヤって接地圧が高くないとちゃんとした性能が出ません。でこの車は路面に対する追従性がいいんで、タイヤにかかる接地圧の変化って非常に穏やかになります。そうすると結果的にはタイヤの性能をフルに使い切れるような走りができるんです。この車はストラットサスペンションで、ここにL 型のロアームが付いてるんですけども、レガシーインプレッサのロアームですと内側にこうあるんですね。そうするとそのロアアームとそのタイロットが場所的に干渉してしまうと、さすがさんが頭を絞って考えたのが、このロアアームを前後反転する形にしてここにあったところをこっちに持ってくるというふうな工夫をしていて、この干渉を防いでます。通常のストラットだとコイルスプリングがここにタイヤの上にあるんですね。そうするとかなりトップマウントの位置が上がってしまいます。で単純にフードを下げるためにトップマウントの位置を下げようとすると、サスストロークをかなり犠牲にしないと成立しません。そうするとこの車 の走る楽しさを考えた場合にはそれはすごく得策ではないと。じゃあこの車で何をしたかというと、このコイルスプリングですね、この径をぐっと小さくして、タイヤの通常ここにあるものをタイヤの内側に持ってきて、でストロークを確保しながら全体を下げるという工夫をして、これでストロークを稼ぎながらトップマウントの位置を下げて前方視界と、あとかっこいい車の走れてですね、それを両立させてます。
ステアリングはまずこの車を開発するにおいてやはり環境性の燃費は大切なので、あの電動パワーステアを採用することはまず決まってました。インプレッサとかレガシーの電動パワーステアはモーターがですね、通常ここの位置についてるんですよ。あのエンジンを下に下げるっていう面ではこのモーターが邪魔をしてしまうと。この車はこの車専用にあのコラムアシスト式のパワーステアリングの開発しまして、ここからモーターを取ってしまいました。そこでモーターがなくなった空いたスペースをあのエンジンを下げるために使ってます。で、そのじゃあその取ったモーターはどこにあるかっていうと、これがあのこの中に太いシャフトが入ってて、これはコラムシャフトなんですけども、この車はアシストするためのモーターがちょうどこの中ですね、インパネの中にあの入ってます。あのやっぱりスポーツカーはドライバーにあのハンドルは正面にあって、あと角度はなるべく立っていなきゃならないと。さらにステアリングからこう自然にあの手を下ろしたところにシフトレバーがなきゃいけないと。何も違和感なくあの座って、何も違和感なく走る時の操作ができるっていうのはかなりこの車を優先してますので、あの皆さんも車に座っていただくだけでも分かると思います。ルーフ高さで1285ぐらいなんですけど、これ実はパゴダルーフっていう、一応こういうルーフ形状してるんですけど、このルーフ形状で人の頭の空間のスペースを実は稼いでいて、全高をですね抑えながらそのヘッドクリアランスを稼ぐというのに一応寄与させています。この幅はしっかり取れてるんですよ。でこの幅がしっかり取れてるってのは何を言いたいかというと、ドライバーがこうやって運転姿勢を取った時にちゃんと整体できるんですよね。その高密度パッケージ群っていうのをどんどん突き詰めていくと、実はちょっとここがネガとしてあのトンネルがでかくなったり、サイドシールって言われてるここが大きくなったりして、ここのスペースがなかなか稼げなくて、運転姿勢が、ね、右寄りになったり左寄りになったりするペダル配置にならざるを得ないんですけど、この車はとにかく普通に座ってアクセルに足を置いてフットレストに足を置くとちゃんと前に向けるんですよ。で当然ステアリングも人間のど真ん中に来るように置いてあるので、普通にこうドライビングポジションを取ると体全体が整体し前に整体してる、そういうドライビングポジションを取る。だからそれもこの車の実はすごいメリット。